疲れ様でした。無事2回目の公演達成いたしました。はい、高瀬との試合は、先週の15日に、AWG のベルトに私が挑戦して負けて、今回1週間後ですね、1週間という期間の中で気持ちを切り替えていかなきゃっていうのがあったんですが、まあ、過去に4日ぐらいで同じ人と試合をしたっていうのがあったので、まあ、その気持ちの部分は、まあ、本当に正直もう慣れてたというか、うまく切り替えられて、もうとにかくレジーナを守るっていう思いで、戦いました。ただ余裕が生まれた人っていつもと違うスタイルになるのかな、なんかすごい、なんていうんですかね、高瀬の腰攻めって珍しい気がして、ただ自分のそのなんていうんですか、ウィークポイントになってるんですかね、今腰を狙ってベルトを維持でもレジーナ取ろうとしてる姿はすごくやられながらも私も熱くなるものを感じました。はい、宮崎さんはもう本当15歳からお世話になってる先輩なので、本当に超えなきゃいけない人だとずっと思ってて、いつかいつかと思って今私がこうやってベルトを持ってて、宮崎さんが挑戦者というすごい最高の条件で越すタイミングが来たことはすごく、嬉しいと思ってます。ここでベルトを守り宮崎さんを越すことができれば、私は本当に真のチャンピオンになれるんじゃないかと思っております。デスバレーは絶対に食らいません。